江村直也は、広島県福山市出身のプロ野球選手。宇藤右内。千葉ロッテマリーンズ所属。実刑は、元プロ野球選手の江村正也。福山市立常勤、丸小学校1年から野球を始め、福山市立常勤中学校時代は、尾道シニアに所属。投資権保守を務め、2年秋に、全国大会出場を果たす。同郷の中田翔に憧れ。 大阪東院高等学校に進学。一年時の秋からベンチ入り。二年時の秋には5番生星として近畿大会準優勝に貢献し、同校を選抜大会出場に導いた。夏にも期待がかかったが、桜宮高に5から2で敗れ3回戦で姿を消した。高校の2学年先輩に東北楽天ゴールデンイーグルスの浅村坂へと同級生に、 乃木坂46の松村さゆりと、フリーアナウンサーの岡添い巻き、1学年後輩に、オリックスバファローズの山足達也、元阪神タイガースの西田直人、2学年後輩に、阪神タイガースの藤波慎太郎、オリックスバファローズの沢田圭介がいる。2010年10月28日、プロ野球ドラフト会議にて、千葉ロッテマリーンズから5位指名を受けた。 2011年と2012年は一軍出場がなかった。2013年3月30日にダイソーとして一軍発出場を果たすと、翌3月31日に試合途中からマスクを被り4月22日にはスタメンマスクを被った。6月3日の大東京ヤクルトスワローズ戦において、兄のマサヤとの対決が実現し、3ボール1ストライクから夕頃に打ち取られた。 同年は、里崎智也の故障もあり、出場機会が増えた。最終的に、打率1割台と低迷したが64試合に、出場した。2014年は、この年も、里崎の故障離脱があったが、ルーキーの吉田優太が入団したこともあり、後半戦では、田村隆博士が対等し、44試合の出場に、止まった。打率は2割を超えた。 2015年は2軍で打撃が好調で、320を記録したが、1軍では里崎が怪我の影響で引退し、田村が正捕手に座り2番手星争いでも吉田を超えることができず、わずか14試合の未出場という成績に終わった。2016年も前年に引き続き、田村が正捕手に起用されたこともあり2年ぶりに安打をマーク、下が22試合の出場に終わった。 2017年は一軍で13試合に出場し、打率167の成績を残した。2018年は控え保守として、ほぼ1年間一軍登録されていたが田村が全試合出場を果たしたこともあり、35試合の出場に止まり打撃面も打率063と低迷し、田村から正保守の座を奪い取ることができなかった。2019年は、 オープン戦で6試合の出場ながら打率600という成績を残し開幕一軍をつかみ取った。田村が怪が離脱した影響で出場試合数は去年と比べ減ったが打席数や先発出場は去年と比べ増え6月2日の対埼玉西部ライオンズ第11回戦で4回裏に松本渡るからプロ初本塁打を満塁打で記録した。しかしその後 結果を残すことができず、田村の一軍復帰や柿沼智也の台頭、新加入の細川徹が起用され二軍に降格となった。シーズン終盤に一軍に復帰するも、出場の機会は少なく、最終的には23試合の出場で打率。097と安打は戦術の本類で含め三本のみだった。2020年は開幕を二軍で迎えた。二軍で打率。 270、出塁率、386、オプス、792の成績を残した。しかし一軍では、田村、柿沼、ルーキーの佐藤としなりの3人で固定されておりに、軍暮らしが続いた。その後9月10日に、田村が、毛が離脱した影響で一軍昇格を果たす。しかし9月23日に、腰の状態が悪く登録抹消となった。 このままシーズンを終え、打撃面では5試合の出場で6打席に立ち一度も出塁することができなかった。2021年も開幕を二軍で迎えた。しかし4月28日に田村が肉離れのため登録抹消となると、同日に一軍昇格を果たした。遠投120メートルを誇る地形の強さと、勝負強い打撃が売りの選手。相性は M。 ありがとうございます。